じゃあこの回はファーストだけ取っとこう。はい、もう一つお願いします。ファーストの、アウトセーフの微妙な判定はビデオ判定がいい。ごめんごめんごめん。あ、ボール来た、ボール。それはあれですか、スローみたいなの。できる、できる。はい、3回ね。そこのさ、ボール練習のボール全部そこ置いちゃった俺、うん、みんなボールバックで帰ってそう、3割いってないんですか。いってないんじゃない。1割くらいじゃないの。なんかさ、全然さ、運動ができないっていうかさ、動きが全然鈍いよ。日々さ、仕事してて、全然ほとんど動かない。で、たまに、こっちも来て、あのまぜ飯食ったりしてくるからさ。それが、日本に帰っていて、元に戻んねんだよね。動かないから。あー。動かない仕事をされてるから。そうそう。じゃあ、麻雀やらないと。麻雀は全然、勝利ならないから。こんなダメになりますよ。Thank you.
あ、そうそうそう、フォアボール、フォアボール、今、今1個サードサードサード。ああ。珍しい伊藤さん。じゃん、じゃん、いいんじゃない、座ってて大丈夫、うん、だって野球見れないじゃん、見れないじゃん、大丈夫、あそこにいてもいいけどさ、網があるからボール来ないからさ、安全だからそこにいるのはいいけど、うん、サードサードサード、もう一丁もう一丁、あっしゃー、ナイスナイス、ツーアウトね、釘付け釘付け、うん、次スリーアウトになったら書いてね、うんうん、釘付けね、サードサードサード、おっしゃー、じゃあ、こっちゃんゼロって書いておいて。